10人に9人が女子の学科の男子だけど質問ある？ちな大学2年生。勘違いした。学科の人数が10人で、そのうち9人が1なのかと。俺もなんだが。なわけないやろ。経営なんとかそういうレベルを超えてる。モテる？ハーレムかよ、羨ましてー。モテはしない。男が少なすぎると、男としての序列が明確になりすぎて怖いわな。男友達の選択の幅が狭まるのもきつい。確かに男友達少ない。10人に9人が女子の学科の男子だけど質問ある？微妙にラノベのタイトルにありそう。9人の個性豊かな女子と織りなすドタバタ大学コメディ。9人中何人とした？0人。まだ魔法使いになれる。ラノベだとお決まりでツンデレツインテがいるけど、大学生でツインテしてる女子なんているのか？不思議ちゃんを除いて。そんなキャラいないわ。みんな普通にまとも。今は赤髪で、炎属性の魔法が使えるのが旬だぞ。その学科の男子、全員合わせたら何人いるの？4人だね。どんな会話するの？男子だけで会話してるし、あんまり女子とは関わらないかも。ブサメン。ブサイクではないと思いたい。肌が綺麗だとよく言われる。今更だが、9人のスペックを適当に。10人に9人ってのは割合の話だから。なんでしないの？相手にしてもらえないんだよ、しょうがないだろ。話しかけてもあしらわれるの？そんなことないよ、みんな普通に話してくれるよ。恋愛対象にされてないだけで。学科規模だと50人くらい。そのくらいだね。4人のうち付き合ってる人はいないの？リア充は3人。あ、待て待て、俺もそのうちの1人よ。なんだ、浮気する気ないん？ないかな。しようとしても同じ学科じゃ無理だろうし。女が集団になると、どんだけクソかよくわかるだろ。授業中うるさくなるのはなんとかしてほしいな。男子少ないって知ってて、それでもその大学行きたいって思ったの？まあ覚悟してたけど、これだけ少ないとは思わなかった。勉強してると入学してよかったなとは思う。じゃあもうなんか聞くことないな。ここで1本目のお話は終了です。春から女子大学生だけど質問ある？この時期暇すぎ。皆さん何してましたか？みんな、してるよ。君もやろう。残念ながら相手がいない。しょ、なの？うん。5月にはしょ、じゃなくなってるよ。仮に彼氏できても、そんな短期間でならないよ。自動車教習所じゃないの？お金ないし怖い。足裏見せてもらえませんか？なんで？旅行行ってた。あとバイト。おすすめのバイトありますか？俺は入学前は短期のデータ入力してた。長期のだと履修決まってからじゃないと、いつ入れるかわからんしね。結局勉強しんどくて、学期中はバイトしてない。単発は面接今度、理系？そんなしんどいんだ。教習所今行かないとなかなかチャンスないぞ。どこレベルの大学？早計、信じてもらえないと思うし、ここだとすぐなんか言われると思うけど。すごいじゃん。実家から通えるの？頑張ってよかった。遠いけど通う。お、見せて。見せられるほどありません。大きさなんて問題じゃないんだよ。暇なので誰か話してください。受験勉強どんな風にやった？受験生？平日は学校抜いて7時間、休日は13時間くらい。単語文法は春休みでほぼ終わらせて英検の勉強してた。英語は高1から強化してた。国語は低いから偉そうに言えないけど塾の教材。世界史は空き時間に答申一問一答繰り返し。夏はナビゲーターで通試終わらせて、秋からは多大の過去問で穴潰し、Z 解100台、推薦もやったからその時期は睡眠時間削った。次第はとにかく英語だと思う。Twitter に行け。春から慶応的なのはやりたくない。早計なら、春休みのうちに経験人数50人くらい増やさないと、生きていけないぞ。そんなことしたら春休み中に、ぬ。冗談はともかく、酒も体も治って言える気持ちは持っておけよ。せい、在に学歴は関係ないからな。そうだよね、お酒の場は気をつける、強いといいな。自分の限界は、家族か女友達としっかり確認しておけ。大学生だと酒強い方が変なプライドできて、潰れて持ち帰りとかあり得るから。うん、ノンアルは全然酔わなかった。普通に疑問なんだけど、缶3本とか飲むのってお腹いっぱいにならないの？コーラ3本飲めなくない？先輩に捕まって、られまくるんだろうな、かわいそう。先輩から、リサ合わないって聞いたよ。割としっかり勉強してたんだな、おめでとう。というか早計って言い方がなぞ。慶応なら慶応、早稲田なら早稲田だろ。一応両方受かって慶応行きます。慶応って言うとすぐ棒、事件の揶揄されるから嫌だった。どっちも受かってるのか、すごいじゃん。俺も春から早稲田だけど、大学の勉強興味ない、リッチと名前で来た春が大量にいそうで辛い。第一志望落ちたから悪いんだけどさ。どこ学部？早稲田滑り止めとかすごい、尊敬、まあ大半はそうじゃない？でも偏差値高くなればなるほど増えそう、そういう人。理工のどっか。普通に大学の勉強とサークルで友達作りたいのに、サークル入ろうもんなら文化すがいってそうで無理。理系限定サークルは慶応にあったよ、早稲田もあるんじゃない？慶応とか全員パ、でそう。そういう偏見って早稲田とか東大にはないの？女はいいよな、男と違って今度こそはって思って、少し積極的になれば願いが叶う。願いって何？受験勉強に性別関係なくね？すまん、勉強じゃなくて恋愛の方だ。それは可愛くて華奢なあざとい子だけ。ちゃんと活動してるサークルがおすすめ。
掛け持ちしようと思う。結婚しよ、どこ住み？明日デートしよ。やだ。吐き古したローファーとお暴きください。JK の価値が落ちて、おばさんに近づいただけやん。JK に何の価値があるの？高学歴女子大生様が、高校時代に吐き潰した上履きとローファー。棚に飾って、頭が良くなれるように毎日拝みたい。爆笑、そんなんで慣れたらみんなやってるよ。13のローファーと上履き、もしまだ捨ててなかったら売ってください。宝物にして毎日拝みます。高学歴な13の受験生時代を支えた、上履きとローファーとうといです。遊んでる暇ねえぞ。今から就活対策しないと、大手ホワイトに行けねえぞ。ホワイトは倍率数百倍で、相手は東大一橋東高の高学歴様だからな。まあブラックでいいなら3年から始めればいいけどな。推薦で早くに決まった子は、すでにバイトしてる。じゃあ俺には制服ください。制服ディズニーに使う。じゃあ中身をください。ローファーと上履きは？やだよ、本気。割と本気。メルカリの匿名発送とかでよかったら、売ってほしいんだが、低学歴な俺にとって、高学歴女子が履き潰した上履き憧れる。拝めば頭が良くなれそうな気がする。慶応の2年だけど質問あるか？サークル危ないやつ教えてほしい。ダンスサークル全般。テニスサークル全般。リサーってか狂ってるのにサーだから危険。理、会とか経済、人会は、結構チャラい人多いよ。遊び慣れてない人が入ると合わないかもね。逆に安全なのなら教えられる。学園祭実行委員だ。まだ擦れる前の貴重なおなごやな。女は大学行くと男や遊びを知りまくって、一気に考え方が擦れていく。だからワイは女子高生が好きなんや。ここで2本目のお話は終了です。東京女子大学通ってるけど質問ある？何でも答えます。学生証。本物だった。遅刻の俺とお付き合いしてくれ。彼氏はいないのでぜひ。顔と体のレベル。多分中の下くらい。学年は？2年です。どうして女子大を選んだの？早稲田が第一志望だったんですけど、その併願校に女子大も一つあったら気が楽かなと思って、頓女にしました。インカレはどこと多い？日本女子大のことはどう感じてる？ライバル？インカレは東大が一番多くて、あとに一橋や電通大とのがあります。インカレ入るのって学歴狙い？ぶっちゃけ学歴狙いの子は多いですね。ブス？そうなのかも、わからないですが、東京女子の人に振られたわ。オツです。他にもっといい子いますよきっと。この子育ちいいな。返信の文章でわかるわ。何学科なの？校舎綺麗ってマジ？心理、コミュニケーション学科、心理学専攻です。校舎は白で統一されてて綺麗です。ドラマや映画のロケに使われたりもします。かっこただし、23号館だけは新しくできた以下にも現代風なので、雰囲気に合いませんが。臨床心理士、公認心理士目指してんの？だったら大学院は早稲田に行きな。公認心理士を目指しています。ただ、大学院は学歴関係なく、やりたい専門分野の研究室に行くつもりです。心理を専攻しようと思った理由を教えてください。もともと医療者になりたかったのですが、科学や物理、数学がどうしても苦手で、手が届かなかったのです。そこで、少しでも医療に関われて文系でも受験できる学部、学問ということで心理に決めました。綺麗な子多いよね。お嬢様で中途半端に男慣れしてるっていうのは、微妙に感じるけど。そうですね。みんな綺麗で垢抜けていて、入学式では自分との差に焦りました。お茶いけなかった人の集まり？というより、早慶目指してたけどレベチで、女子大という身分相応のレベルに落ち着いた人の集まりですね。結局男と遊ぶなら、共学でいいじゃんとは思うけど、彼女たちは計算高く振る舞ってるつもりなのかな？まあ言ってしまえばそうですね。同級生でも、共学より女子大の方がブランドがあると思い込んでて、ちょっとお高く泊まってる女の子が多いのは事実です。これはおっさんじゃない。女子の格文章だ。やっぱり女子大の子の方が落としやすいかな？国立で出会いが少ないから、どこかにナンパに行きたいんだけど。東京の国立ですか？トンジュは可愛い子が多いけど、ガードが硬いかも。他の女子大は基本ノリ軽い子が多いので、行けるかもです。早稲田認可ですがどう思う？行きたかった学部。頭の回転が早いんだなぁと思います。さすが早稲田だなと尊敬します。本当に羨ましい。自分の第一志望だったから。地方済みだから家から通えない私立はダメで、奨学金借りたくなくて地元の大学だが、東京女子って名前かっこよすぎる。大学生活楽しんでほしい。地方から出てきている子をたくさん周りでも見かけますが、生活が大変そうですね確かに。自分ももし地方在住だったら、受けられなかったと思います。かっこいいと言っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。慶応と東大と早稲田でスペック同じなら、誰を彼氏にする？やっぱり東大ですかね。頭がいいのもそうだけど、この中だとキャンパスが一番近いので。出身高校の偏差値は？ 61 です。高校内じゃ上位だった？それなりに、ですね。日本史だけ学年1位の偏りすぎな成績でした。高校の中央値はどの辺？日コマよりは女子大の方を選ぶのが一般的？マーチがボリュームそうですね。確かに女子大の方が、日コマより進学率高いです。東大、一橋、東工大、早稲田、慶応に対する、イメージ教えて。
東大、なんといっても日本一、天才変人ばかりかと思ったら、意外と話してみると普通に面白い人ばかり。一橋、真面目な人が多い、韓国や中国はじめとしたアジア系留学生が多い印象。東工大、未知の存在、ただ、高校でも理系と言ったら東工大を目指す子が多かったから、理系の最高峰なのかな。早稲田、パリピ多そう、パリピだけど、実際はいろいろ考えてて頭の回転が速そう。慶応、チャラ男が多い、内部生が多くてお金持ちが多いイメージ。いっぱい書いてくれてありがとう。彼氏にするならやっぱり東大が人気？トンジュの中では東大が一番人気で、続いて早稲田とかが多いですね。どうすれば一さんと付き合いますか？趣味が同じで話が弾むような人なら、いいなとは思います。香水はシャネル？クロエ？ディオール？ザラの柑橘系使ってます。わい、女の子だ。受験は最初から女子大一本。差し支えなければ受験の戦績教えて。トンジュは二人知り合いがいるが、どっちも地味で真面目なタイプだったな。もともと高望みして早稲田志望でした。受験戦績は、白百合、かっこ千里、丸、トンジュ、丸、明星教育、かっこ千里、丸、学習院文、×、国学院私学、×、早稲田認可、×。まあ最近からトンジュ第一希望だと、トンジュすら浮かんないよな。こんなもんだろうな。知り合いも上智第一希望で落ちて、トンジュ行ったって言ってた。同級生と比べて裕福でない方？いや、多分普通か、うぬぼれると上の下くらいかなと思います。ただ、交際費や衣類、趣味に使うお金は全額自分で支払っているので、自分個人はあまりお金ないです、わら。こんなにスレが続くなんて、想像してなかったので嬉しいです。皆さんありがとうございます。農耕民です。早く吉祥寺で遊びたい。農耕大よく電車で見かけます。お互い早く吉祥寺で遊べるようになりたいですね。女子大のことの出会いって、インカレ以外にどういうのがあると思う？アルバイト、地元の友人、とかですかね。殺伐としたスレが多いジサロの中で、ほのぼのしたスレやね。多少の下ネタにも答えないと、もうこれ以上伸びないよ、このスレ。風呂で一番最初に洗う場所は？頭です。逆に頭以外あるんか？彼氏に求める顔、身長、学歴の水準は？顔も身長も学歴もあまり気にしない方ですね。よほどひどいとかではない限り。ただ、あまりにもレベルが違うと話が噛み合わなかったりすると思うので、F ランの人とかはちょっと対応に困るかと思います。地方国立の徳島大学、理工学部情報系の男ってどう思う？卒業後は東京に就職したいですが。国立ってだけですごいなーって思います。高2の頃は国立を目指していたのですが、科目が多すぎて断念した過去があるので、尊敬します。印象としては、真面目な方なのかなと思います。陰キャ道、が湧きまくってて草、ジュサロらしくていいな。ここで3本目のお話は終了です。うつ、20歳の現役女子大生だけど質問ある？20歳だよ。結婚しよう。オッケー。どこに行けば彼女できる？天国かなー、来世に行きたい。キス好き？彼氏がなかなかキスしてくれない。好きだよ。口癖からだぞ、舌も磨け。言えてるわ、磨いとく。見たいと思ったことある？小学校の時一回思ったかな、い、められてた。今は違うよ。20歳か、若いのー。青2歳です。彼氏は何歳？一個上だよ。20歳の視点で、かっこいい大人の男ってどんな男？余裕がある人はかっこいいと思う。花火大会やお祭りで浴衣着る？去年は着たよ、黒いの。何の模様入ってる？バラ好きだからそういう模様入ってた。あと今日。余裕のある言動と、キリッとした姿勢だったら30代後半でもモテるわけねえかやっぱり。おっさんキモいって言われるだけだな。30代ならまだ大丈夫だよ。おっさん昭和何年生まれ？平成8年だよ。おっさん暇だな。おっさん、×女子大生、丸。これ浴衣着た時。いいね。ナンパされた？ナンパはされるよ。でも繁華街だと珍しくもないのかも。女子大生特有のうざさ。飲んでるからとりあえず手元だけ。よし。目元しかないけど、女だって証拠のために。かわいい。ありがとう嬉しい。お、いください。ちょっと難しい。ほとんどないから。美術系ってどこに就職するの？アーティストとして食べていくのはほんと一握りしかいないから、一般企業に就職する人もいるよ。画材屋とかで働いて、趣味で制作するって人もいる。幼児体型。ケツだけはでかい。首で結構ある？尻でかな分、あるように見えるかも。お尻が横に広がってる？それともお尻の先が後方に突き出て大きいの？どちらかというと後方に出てる。友達と比べて大きいわ。後方に出てた方が、腰のラインがええ、くない？これからはええ、素が強みだと思って生きるよ。お父さんと仲いい？仲いいよ、ツーリングとか行く。二人乗り？お互いバイク？父はロードバイクだよ、私はママチャリ。微笑ましくていいね。生活でも自転車よく乗る？乗るよ、買い物とか。彼女が GPS つけられてるんだが、これって普通なの？え？誰につけられてんの？彼女の親。どこか行くと、今、にいるのかって連絡来たりする。怖いなぁ、それはもう保護観察されてるんじゃないかな。名前は？年齢は？誕生日は？身長は？体重は？スリーサイズは？何座？何型？出身
身地は？今住んでいる地域は？どんな家に住んでるの？資格は持ってるの？免許はあるの？家族は何人いるの？彼氏または彼女はいるの？お友達は何人いるの？好きな芸能人は？ペットは飼ってる？飼ってるなら何飼ってるの？学生？社会人？社会人だったらどんな仕事？好きな食べ物は？ベッドで寝てる？それとも布団？私服はどんな格好？帽子はかぶってる？トイレは和式？洋式？飲み物は何が好き？将来の夢は？自転車は乗る？車とバイクどっちが好き？靴とサンダルどっち派？好きなテレビ番組は？好きな映画は？好きな音楽は？好きな漫画は？好きな小説は？好きな党は？今の政権についてどう思う？行ってみたい場所は？初恋の年齢はいつ？初めて恋人ができたのはいくつの時？初キスはいつ？初体験はいつ？今までで一番興奮したシチュエーションは？シャンプーは何使ってるの？ボディソープは何使ってるの？するときはラブホテル？いえ、それとも外？もしかしてそれ以外？今までで一番楽しかった思い出は？今までで一番悲しかった思い出は？今一番欲しいものは？好きなタイプは？嫌いなタイプは？好きな天気は？今携帯何の機種使っているの？ PC はなんていうメーカーのなんていう型番？お酒は飲む？タバコは吸う？告白された回数は？告白した回数は？今まで出会った人で一番面白かった人はどんな人？今まで出会った人で一番ムカついた人はどんな人？怪我したことある？病気になったことある？入院したことある？ミクシーやってる？モバゲーやってる？グリーやってる？出会い系は利用したことある？好きな文房具は何？怖いものは好き？今までで一番怖い体験したのは何？朝はご飯派？食パン派？カレーは週に何回食べるの？料理は主に自炊？外食？喧嘩したことある？の体験人数は？アウトドア派？インドア派？趣味は何？にちゃん歴はどのくらい？ビップ以外によく行くいたわ。国籍は？ブログはやってる？ツイッターはやってる？い、めっこ？い、められっこ？癖は？口癖は？苦手な食べ物は？よく行くコンビニは？運動神経はいい？一日の睡眠時間は？髪染めてる？好きな服装は？嫌いな服装は？自分の長所は？自分の短所は？顔と性格だったらどっちを取るの？自分の外見は好き？嫌い？好きな雑誌は？春夏秋冬の中でどれが一番好き？犬派？猫派？こんなダスレ立てて楽しい？全部回答できなかったら今後質問すれとか立てないでくださいね。それではお願いします。名前は？まで読んだ。この時点でアウトだわ。名前、言えない。年齢、20歳。誕生日、来月。身長、160センチ。体重、秘密。スリーサイズ、言えない。何座、忘れた。何型、AB。 出身地は？今住んでいる地域は？どんな家に住んでるの？言えない。資格、英検3級。免許、普通自動車。家族、3人、彼氏あり。お友達は何人いるの？好きな芸能人は？言えない。ペット、亀。学生？社会人？学生。好きな食べ物、チョコレート。ベッドで寝てる？それとも布団？ベッドだよ。私服はどんな格好？帽子はかぶってる？GU の服が多いな。帽子はたまに。トイレは和式？洋式？洋式派です。飲み物は何が好き？無糖のアールグレイ。将来の夢は？考え中。自転車は乗る？車とバイクどっちが好き？車やバイクより自転車が好き。靴とサンダルどっち派？サンダル。好きなテレビ番組は？好きな映画は？映画は洋画が好きだよ。テレビはあんま見ない。好きな音楽は？ MTH。 好きな漫画は？萩尾元の漫画。好きな小説は？ダレンシャンの小説。好きな党は？今の政権についてどう思う？言えない。行ってみたい場所は？パラオ。初恋の年齢はいつ？よく覚えてないな。初めて恋人ができたのはいくつの時？中2。初キスはいつ？初体験はいつ？全部中2。今までで一番興奮したシチュエーションは？言えない。シャンプーは何使ってるの？ボディソープは何使ってるの？ラッシュ。するときはラブホテル？いえ、それとも外？もしかしてそれ以外？ベッドの上。今までで一番楽しかった思い出は？夜ご飯を食べたこと。今までで一番悲しかった思い出は？犬におにぎりを奪われたこと。今一番欲しいものは？権力、信頼、財力。好きなタイプは？実直な人。嫌いなタイプは？チャラ男。好きな天気は？曇り。今携帯何の機種使っているの？ iPhone。 PC はなんていうメーカーのなんていう型番？なんかわからん。 Windows。 お酒は飲む？タバコは吸う？お酒だけ。告白された回数は？3回。告白した回数は？1回。今まで出会った人で一番面白かった人はどんな人？バナナが好きなちょっとイカれた人。今まで出会った人で一番ムカついた人はどんな人？私のおにぎりを勝手に食べたやつ。怪我したことある？飛び箱ミスして大骨折。病気になったことある？変な感染症。入院したことある？脱水でしたことある。ミクシーやってる？モバゲーやってる？
グリーンやってる？出会い系は利用したことある？全部ない。好きな文房具は何？匂い付きの消しゴム。頑張って書いてみたけど質問長すぎ。一人っ子？そう、兄弟も姉妹もいない。経験人数と付き合った人数は？経験は一人だけ。付き合ったのは二人だよ。12の人？いつまで続いたの？結構長い。高2まで続いたよ。お母さんいる？いるいる。カラオケで何歌う？最近はエメが好き。これはネカマ。写真まであげたのに。てか男作れよ。今は彼氏いるよ。あれ？今の彼氏とはしてないってこと？全然手を出してこない。マジかよ、信じられん。大学生オスだけど、女の子の恋愛感がまるでわかりません。女の子から見て、やっぱ男って単純だな、とか思われてるんですかね。単純だと思う時もあるけど、単純というかわかりやすい人だと可愛いなって思います。私服は清楚な感じの？シンプルな服が多いよ。男抱いてこないの。変わってんな。だよね、変わってらっしゃる。普通、彼女いて、1年も経ったら何かしてくるでしょう。お、いなにカップ。C だよ。1年ってわろた。ないわ。大体やってから付き合うし。プラトニックなのかな。やってからって。相性合わないのは愛せない。それ考えるといいのかな。そっちの方が、サクッとやった方がいいの。ここで全てのお話は終了です。高校生にとって大学生活への不安や期待は、とても大きいですよね。